はい、皆さんこんにちは。今日は2015年6月26日金曜日です。ですね、今日はレンズを紹介したいと思います。うすうすわかる方もいるのではないでしょうか。こちらになります。こちら、マイクロフォーサーズのプロレンズシリーズの広角のものですね。こちらになります。で、これをね、アンボックスする前に少しだけお話をしたいと思います。それはですね、まあ、これに関係ないんですが、私今まで、まあ、カメラをね、いろいろ使ってきて、今残ってるのは X シリーズとか、マイクロフォーサーズとか、FE マウントとかね、あとは、まあ、ほとんど使ってないけどニコンのね D800Eがあって、で、この度ね X シリーズ卒業しました。それはね、なぜかというと X シリーズね、素晴らしいんですよ。本当ね、今でも欲しいぐらい素晴らしい、カメラです。 X シリーズね、ただ動画がいかんせん弱いっていうのと、あとね XT10 は一応触ったんですよ。富士山がやってるね、なんかフェアみたいなので触ったんですが、フォーカス早いっていうほど早くない。うん。で、あとね、条件がいろいろなんかあれ厳しいらしくてね、追従性とかもね、僕の中ではまあ微妙かなと。胴体を追うにはまだまだかなっていうのがありました。で、まあセンサーサイズ違うけど、胴体だったらやっぱりマイクロフォーサーズとか、まあセンサーが同じ大きさでいうとアルファとかの方が早いですね。はい。で、まあこの度ね、まあ皆さんももう知ってると思うんですが、α7R2 が出るということで、価格もね、42万円ぐらいになってるかな、今のところ。で、多分ね、出る頃には39万円ぐらいで買えるのではないかなと、個人的には思ってるんですが、なぜかというと、まあ、ソニーストアで42万円ぐらいなので、もしかしたら、価格 .com とかで見ると、最終的にはね、39万円台でいけるのではないかなと。高くても40万ちょっと切るんじゃないかなと思うんですが、まあね、それを買うためもあり X シリーズとレンズは全て売りました。はい。ただ一つ言っとくのは、 X シリーズが悪いわけじゃなくて、写真を撮る方は間違いなく X シリーズを買ってください。特にね、胴体を撮らずにポートレートとか風景を撮る方はぜひね X シリーズいいと思います。ただ胴体撮ったり、ムービーも撮ったりするんであれば、アルファとかの方が僕はねいいのではないかなと思いました。ということです。ちょっと前置き長くなりましたね。で、そのために、まあ一つね、まだ紹介してないんですが、もう、α7R2 用にね、これも買ったんですよ。これはね、まだアンボックスしませんが、ちなみに、E マウントのね、α7 と 7S は売りました。もうね、42万円を出すってためにはね、仕方がない。で、このレンズもなかなか高いんですよ、これ。MacBook Pro ぐらいします、このレンズね。サイズのレンズです。FE35mm の 1.4。FE じゃない、FE ですね。FE35 の F1.4 サイズレンズ。と、あと、こちら。同時発売のマクロですね。FE90mm マクロ。これはね、まあまあ、MacBook ぐらいですね、価格で言うと。この2つも買いました。で、もうね、ほぼ E マウント攻めでいこうかなと。あとはまあ、マイクロフォーサーズと E マウントで攻めていこうとかと。で、あとね、まだ紹介しない、ちょっとこれ前のレンズですが、FE の16から 35mm F4 投資ですね。これもね、購入しました。で、実はもう1個ね、隠し玉があるんですが、それはね、まあ、少し前のレンズなんですが、なかなか入手できなくて、最近入手したものになります。で、それはね、またできれば、FE のそのレンズは、α の 7R、ね、2と同時に紹介したいなと思っております。じゃあ、早速ね、本題のこちら行きましょう。中としてはね、どんな感じかというと、まあ、プロレンズなんで、毎回同じなんですが、この外枠を外さないとダメです、これ。いや、いいか、いけるか。
こんな感じね。こうなってて、まずは、マニュアルですね。まあ、使わない。そして、ちゃんとね、プロレンズはケースもついております。ケースね。で、中身は例のごとくこんな感じでなってて、はい、これがね、レンズ本体になります。パナソニックも同じ画角かなって出てるんですが、それよりちょっと大きくて重い。まあ、こっちはね、防塵、防滴なので、まあ、そこら辺は違うんで、まあ、重さとかは致し方ないかなと思います。で、価格もこちらの方が高い。で、撮れる絵に関しては、あんまり変わらないっていう評価が、みたいですね。うん。なので、まあ、パナで使うんだったら向こうでもいいかなと思います。今、向こうがだいたい7万円ぐらい。こちらが10万ちょっとします。なので、うん、どうかなという感じですね。で、やっぱね、作りは全然こっちの方がね、金属感があっていいですね。キャップもこういうちゃんとしたね、やつで、こう外す。で、これはね、残念ながら、こういう、デメキンというか、出ちゃってるんで、フィルターはつけれないということですね。結構重量あります。はい、それではね、早速こちら EM5M2 につけていきたいと思います。はい、今装着しました。つけるとね、こんな感じ。やっぱりちょっと重いね。うん。このなんだろう、グリップがない分 EM5 だと重いかな。こちら、プロレンズの1240ですね。と比べると、ほぼほぼ同じ大きさですね。わかりますか？こんな感じだから、あまり大きさ変わりません。うん。まあ、この2本と、あと、今、私が EM1 につけてる、こちらですね。こちら。この3本が一応プロレンズと言われるものになります。40、150とテレコンがついてね。で、ついてねっていうか、まあ別売りなんですけどね。で、40、150の70、714の、こちらが1240ということになります。うん。それではね、これね、どれぐらい寄れるか。これね、かなり寄れるんですよ、このレンズ。まあ、プロレンズ結構寄れるんですけど、どうかな？ここ、見えます？この距離。固定離した方がいい。これぐらい。こうしたら見えるかな？これで、どう？これ、もう寄りすぎってぐらい寄ってない？寄れるんですよ、このレンズ。すごいでしょ？もともとプロレンズ、このね、レンズも好評で寄れたんですけど、これはね、また一味違う寄れ具合なんで、素晴らしいレンズですね。うん。フォーカスも早いしね。うん。てな感じです。はい、ということで今日ご紹介したのはこちらのレンズになります。こちらはオリンパスさんのプロレンズシリーズ、7-14mm の F2.8 透視になります。広角でね、F 値がね 2.8 っていうのはなかなかね、ないのでね、F4 とかが多いかな。なので、まあ、そこまで広角でいらねえじゃねえかって人もいるんですが、プロの中にもね。でも、まあ、明るいに越したことはないかなと思うので、良いのではないでしょうか。ということです。ぜひね、店頭で触ってみてはいかがでしょうか。それでは皆さん、良い一日を。